こんばんは、オノマッチスタイルジャニーと申します。本日もどうぞよろしくお願いします。今回、ゲスト来ていただきました。美穂さんよろしくお願いします。ありがとうございます。美穂さんは僕のメンタルヘルス協会心理学のスクールの先輩でありつつ、あれ、メディチケってどこの家でしたっけ？メディチケは、はい、イタリアのフィレンツェ、はい、フィレンツェの名門の家の、はい、メディチケの館で唯一タロットを教えることが許された、日本で唯一の、世界で、あ、世界で唯一の占い師っていうのちょっと違いますよね。うん、スピリチュアルマスター、スピリチュアルマスターの美穂さんにお越しいただきました。いや、美穂さんとうとう来ましたね。とうとう来ました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、美穂さんとの出会いも、あの出版社さんの紹介で、あの出会わせてもらって、で、美穂さんとこうやってね、なんか仲良くさせてもらえる日が来るなんて思ってなかったんですよね。あ、本当ですよね、今月末なんですよ、納品締め切り。そうなんですか。え、新作？新作本？本、いつ発売なんですか？わかんない、5月？5月？うん、5月。あ、そうなんですね、5月か6月。タイトル決まってるんですか？決まってない。あ、決まってないですか？最高最高最高。あの、ぜひですね、桜井美穂さんですので、ぜひ検索しちゃう。穂が補正の方ですね。そうです。はい、ホタテの方。ホタテの方ですね。はい。え、ちょっと美穂さんにいろいろ聞いていきたいんですけど、うん、僕のチャンネル結構何人かコラボしてて、はい、前回来ていただいたのが高橋歩夢さん。高橋歩夢さん、高橋歩夢さん、ラブ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 。あ、そうなんですか。なんか、あゆみさんファンで、はい、あの、もう地球で遊ぼうみたいな、はいはい、あの本あるよ、はい、ありますし、あゆむさんの設立したインドのバラナシの学校も寄付してて、実際に英語とか算数を教えに行ったこともあるんですよ。あ、そうなんですね。そう、沖縄行った時は、はい、あゆむさんがやってるなんか海洋で、はい、プラスチック、グッズ作って、はい、そうです、そうです、カバンを買ったりとかして、はいはいはい、なんか生き方いいなって。いや、めっちゃそうですね、アップサイクルのプロジェクトめちゃくちゃいけてますもんね。本当に、いや、本当に最高です。美穂さん、同じ心理学のスクールを卒業してるじゃないですか。はい。日本メンタルヘルス協会。はい。え、美穂さんってどのぐらい前に卒業されたんですか？どれぐらい前か忘れちゃったけど、はい、あの、翡翠小太郎さんご存知ですか？はい、はい、はい、はい。と、あ、っていう、一緒にやってるなんか、いろいろ。一緒にやってる、一緒にやってる。似てますね、はい。似てます？似てる。翡翠さんと私、同期なんですよ。はい、あの、あれですよね、東京の自由が丘で作り合ってた頃、うん、そうそうなんですね。そうなんですよ、だいぶ古いよね。結構前です、結構前です。だいぶ古いと思う。あ、そうなんですか。20年ぐらい前、うん、同じ先生にこうやって教わって、うん、なんか、あの、まさかこんな一緒に出られるなんて思っちゃった、で、その心理学のスクールに通ってた美穂さんが、うん、なんで今こんな、その名門のメディチ家に認められるような、うん、なんだろう、スピリチュアルのマスターになったのか。ねえ、私もわかんない。なんで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 ない。神の導き？神の導き？うん。僕ね、最終的には美穂さんから、うん、あの、美穂さんのお金を無限に溢れさせるコツを美穂さん伝えられてるんですけど、うん、それめっちゃいい内容なので、そこまでしっかりね、あの、最後まで見てほしいなと思います。ということで美穂さん。はい、え、昔からこういうなんか能力みたいなのあったんですか？そうなんです。なんでなんで？あの、曽祖母がいた子っていう、はい、死者を取り込んで喋る、ね、あの、系の人だった。ザ・霊能者じゃないですか。そう、うんうん、親がそれ良くないって、やっぱり、あの、もう生い立ちも良くなければ、はい、業も深いと。で、ああいうのって死者取り込むってことはもう命も縮むんですよね。本当に。そう、だからそうなってほしくないっていうことで、普通の専業主婦で結婚してほしいっていうので封印されたんですよ、その能力を。そうなんですね。そう、幼稚園生の時からお化けが見えるけど、お化けはこの世にいないって言って、インチキだって教えられて、心霊番組、心霊写真とか全部禁止で、そういうのに触れないようにさせられ、そういう能力も、子供だから何も分かんないじゃないですか。だけどお化けは出てくるんです。美穂さんには普通に見えてるんですよね。そう、普通に来て、なんだけど、あの、親が見えちゃうっていうのを皆さんね、ご存知かと思うけど、周波数が低いと見えちゃう。あ、幽霊が。実際にそうだったんですか？そう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 。でも落ち込んでる時とか？いや、もう何でしょうね、まあ、いるから見えるんだけど、いても周波数高ければ普通の人は見えないですよ。いてもいても見えない。そうそう、それが見えちゃうけど、親がやっぱり見えなくなるように仏教に入れられ、そうなんです。子供の頃からお経を唱えて育ってる。
でもお経を唱えるとやっぱ見えなくなるんですよ、うん、本当に。で見えなくなるだけじゃなくて、あの陰陽師みたいな人が出てきてくれて、はい、やっつけてくれるんです。戦ってお祓いしてくれるの。それ美穂さんにはその陰陽師みたいな人が出てきて戦ってお祓いしてくれるっていうのが見えてる。そう、幼稚園生の時に陰陽師のおの字も知らないんだけど、うん、もう振り返って大人になって陰陽師を見たら、うん、あ、私この人知ってるみたいな、助けてもらってきたわみたいな、うん、本当に紫の着物着てこんなの黒いので、うん、こういうの持って、うんうん、こうやってやってこうやってどんどん幽霊をこうやっての方に近づいて、そうそうそう、でお祓いしてくれるんですよ。本当に、うん、だから、うん、アラジンのジニーの日本版だよね。もう何でもだからミオさんの願いを叶えてくれて。でも残念ながら子供の時は願いとか分かんなくて、うん、単純にお祓いだけのために、うん、ああそうなんですね、うん、え、それってミホさんと何か関係がある人だったりするんですか。あるだろうね。ああそうなんですね、遡っていったら、うん、ですよね、ミホさんは守りたくて現れるんですもんね、うん、この子供の時からそんなドラマティックなことしてたんですよ。そうそう、なんか幼稚園生の時に、うん、はい、幼稚園って園児2、300人いるじゃないですか、うん、いますいます。2人だけオーラが光って見えた、はい、2人だけ、その2人は覚えてるんだけど、はい、そのうちの1人は中学になって初恋のファーストキスの相手だった、うん、あ、皆さんのファーストキスの相手。そう、でもう1人は違う他校の高校、うん、中学だったのに親友になったんですよ、うん、親友になったんだ。そう、だからそれが幼稚園生の時から光ってて、うん、それ覚えてて、覚えてて分かってて。あ、そうなんですね。すごい、めっちゃ不思議、めっちゃ不思議です、うん、でも美穂さんからずっと見えてて、でも周りの人は、うん、その幽霊とか見えてないじゃないですか。見えてない。なんか美穂さんそれってなんかどこで答え合わせというか、うん、いやだから、うん、あの大人になるまで知らなくてみんな見えてると思ってたんですよ、うん、そうですよね。そう、ただ、うん、あのクラスに自閉症の子がいて喋、うん、れないのね、なんか、うん、あしか言えなくて、うん、その面倒見役だったんですよ、うん、いつも学校の先生から6年間、うん、どんなに席替えしても必ず横になるの、うん、あ、そうなんだ。絶対先生が仕組みだわざとやってますよ。だけど、うん、テレパシーで会話ができるから面倒が見れたんですよ。でも他の人は怖いって言って近づかない、だいつどうなっちゃうか分かんない、怖いじゃないですか、うん、でも私は機嫌いいねとか、うんうんうん、今日機嫌悪いよとか全部分かるから、うんうんうん、別に何ともなく面倒を見て、うん、6年間彼のなんか机と椅子を毎週1回学級教室にこう運ぶ役で、うん、毎日ノート取ってあげてお母さんに届けてあげて、うん、めちゃめちゃすごいことしてますね。面倒見が良かったんです。美穂さん昔からその相手の気持ちが分かっちゃったりだとか、そうそうそう、だからいじめられて泣いてると、うん、なんで泣いてるかとか分かるじゃないですか、うんうん、でもみんなも分かってると思ってた、うんうん、あ、みんな分かってないんだよね。みんな分かってないですよ。そう、みんな分かってないですよ。だからなんか話が合わないね。ああ、うん、そうなんですね。美穂さんそうやって成長してくるじゃないですか、うん、今それが仕事になってるじゃないですか、うん、なんかどんなステップで仕事になってたりするんですか。それはもうずっと封印されてたから、うん、そんな世界は知らないけど見えてた、うん、でもみんな見えてるけど当てられないだけと思ってたんですよ、うん、あ、どういうことですか。例えばじゃあ狐が見えた時に、うん、狐見えました、うん、ある人は呪われてるって言うとする、はい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 、ある人は金持ちになるって言うと、うん、言うとする、うん、そういうふうにどっちか分かんない、どっちか分かんない、そのどっちか分かんないことを当てれないだけと思ってたんです、うんうんうん、例えば女の人が出てきた時に、はい、妹なのかお姉さんなのか恋人なのかお母さんなのか分かんないじゃない、うんうんうん、それを当てれないだけと思ってた、うんうんうん、私は当てれるだけ、うんうん、その直感力が高いだけの人と思って、うん、いや、みんな見えないそう、父さんが見えてなかった、父さんが見えてなかった、失礼ゼロなんですよ。 そう、うん、それが何で分かったかというと、うん、結婚をして専業主婦になって、うん、専業主婦になったんだ。そう、専業主婦になったんだけど、うん、専業主婦叩きの時代だったんですよね。専業主婦バッシングの時代で、専業主婦のバカ野郎っていう本が出たりあ、そうなんだ。そうそうそう、もうすごい専業主婦は死ねばいいぐらいな叩きがあった時に、すげえ時代ありましたね。すごい時代にこのままでいいんだろうか、うんってなって、うん、でも何の取り柄もなくて、うん、いろんな資格を勉強して、うん、いろんな資格を取ったけど、うん、何も続かないの、うんうんうん、だからなんて私はダメな人間なんだろうって、え、自己肯定感低かったんですね。めちゃめちゃ低かったんですよ、そうなんですね。で落ち込んで、ただでさえこう憑依体質だから、うん、憑依されやすいから、うん、ネガティバーだった。あ、そうなんですね。めちゃめちゃ自己肯定感低い、自信がない、うんうん、体弱い、体も弱い、体弱い、もうずっと吐いて入院とか、うん、あ、そうか、辛かったっすね。下痢とかジンマシンとか、うん、あ、そうなんですね。そう、もうひどくて、うんうん、で、なんか運も悪くて、あ、今
今はそんなことない。今めっちゃすごい。今すごい運が良くなって、うん、運も悪くて。そうなんだ。ギリギリまで成績いいのに受験のギリギリに成績ドーンって落ちたりとか、うん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 、っていうので、うん、やっぱりダメだ私なんてっていうのになるじゃないですか、うんうんうん、で自分探しの旅したけど、うん、結局見つからないで、うん、さらにダメだ私なんて、うん、で落ちて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 、うん、ってなって、うん、ある日開き直ったんですよ。あ、そうなんですよ、うん、ある日、うん、なんかどんなにいろんな資格取っても、うん、なんか結局親が専業主婦になるために育てたから、うん、なんか学歴もついてなければ資格もないし、なんか今更どこかに戦っても勝てないんですよね、うん、勝負する必要もないけど、でもなんか役に立たないんですよね、うん、だからもういいやと思って、うん、同じ専業主婦で遊んで生きようって決めたんですよ、うんうんうん、覚悟したんですね。そう、もう好きに生きるぞ、うん、みたいな。もう頑張って働かないし、頑張って稼がないし、頑張って何かになろうとするのもやめて、もうただただ好き放題遊んでやるって決めたんですよ。それでたどり着いたのがネイル、地味なんですけどネイルだったのね。ネイルが好きで、でネイルの学校に趣味で行ったら、年賀状が当時まだね、はがきである時代だったので、今年は私はネイルスクールに通い始めましたみたいな日記じゃないけど、うん、一言書いた文を見た女性の経営者の方で、うん、6店舗ぐらいお店持ってる人がね、もともとシャネルとかルイ・ヴィトンとかなんかそういう生地を仕入れるような商社にいる方 で、うん、でブティックとか、質屋とかいろんなのバーとかいろんなのをこう経営してた方が、あ、多角的にやってたんですね、方が、はい、私もネイル好きって言ってくれて、やりに来てって言われたんです。あ、私の家にやりに来てって、うん、そう、だから練習になるんで、いいですよって言ってやりに行ったの、だから、あ、上手ねって、じゃあうちのお店の一角でやってって言われたんです。すごいよ、何なんすかそれ。それね、そんなとんどん拍子に行きます。いいですよ、でもほら仕事もする気ないから、ただ遊びで、あ、そうっすよね、もう遊んでくださいね、趣味を満喫するぞみたいな感じで、でもあのネイルってさ、こう、はいはいはい、モデルがいるんです、必要なんですよ、誰かいないとできないじゃん、爪、自分の爪だと両手使えないから、確かに確かに、だから、誰かにやらせてもらえるってすごい感謝だったんですよ、ね、あ、そうなんですね、それでもう原価みたいな感じで、世の中が 2,3 千円だったら、もううち500円ぐらいで材料代だけみたいな感じで最初やらせてもらってたの、そしたら、あのそれを見て、うちでもやってっていう人が現れたの、で、いいですよって言って、空いてる日に行けばよかったんだけど、なんか予約ってやっぱりお客さんファーストになるじゃないですか、そうですね、そうするとこっちの日を希望する人も出たりして、こっちの日が空いちゃう、席が空いちゃう、はいはいはい、でもネイルスクール生だったんで、いっぱいいたんですよ、ネイリストが、あー、なるほど、みんな練習したいから、友達がそう、友達が、だからやらないって言ったらやるやるってなって、みんなやりたいですよね、そう、それで私がこっち行ってる間は、その子にこっちやってもらってた、お、代理店長システムが生まれた、そう、それで最初500円でやってたんですけど、なんか500円も最初お金のブロックがありすぎてもらえなかったんですよね、美穂さん、500円のお金のブロックもあったんですか。そう、もう人からお金もらうなんてっていうところから始まってる、これめちゃめちゃ面白い、最後に美穂さんのめちゃくちゃ素敵なお金の考え方出てくるので楽しみにしてください。そう、それね、でも彼女のためには500円じゃ交通費も出ないじゃない、だから自分のためじゃなくて、彼女のために 2,3 千に値段が上げられたんです。そうなんだ、そう、そうやって値段を上げれるように、徐々に、で最終的には、安くしてるとこと高いとこってどっちが流行ると思います？僕の中で高いところですね。素晴らしい、ビジネス観点で。さすが。まあ、もう美穂さん最高。幸せ。でも当時の私は安い方がいいと思ってたわけ。いや、そうですよね。安くしてあげる方が喜ばれるから流行ると思ったけど、安いと誰にも言わないで内緒で来るんですよ。いや、本当にそう。で、10倍の値段のところがめちゃめちゃ流行ってた。わかるわかるわかります。わかります。わかります。いや、それは素晴らしい。で、私は当時分からなかったんだけど、初めてそれを知って。高いことはサービスなんだって分かったんですよ。悟ったんですね。相手のためなんだ。そう、まあいろんなことがあって、4店舗になって。すごいよ。え、値段上げたって4店舗になったんですね。ね、値段は最終的だったかな、それまで分かってなかったんで、バババババって4店舗になって、その時に、結局手を触るからいろいろ見えちゃったんですよ。
え、みほさん触ると見える？見えたんですよ、まあ、なかなり見えるんですよ。ぼやっとも見えるけど触るとより鮮明に見えるみたいな。そうそうそう、その人のスペシフィックなことが出てくる。え、ちょっと待って、スペシフィックってどういうこと？あ、特定されたこと、例えば、うん、早稲田大学みたいなのが出てきたら本当にあ、この人早稲田かなみたいな。本当にあんまプライベートだから言わないとして、うん、でも今度、うん、あの図書館にいるシーンが出てきて、うんうん、そうすると、あ、本好きですかみたいな会話のきっかけになるじゃない。本好きですか、うんうんうん、好きですけどみたいな。え、あ、好き、あ、好き、あ、当たってよかったなみたいな。で、喋ってると、うんうんうん、図書書士の勉強してるって言って、うんうんうん、好きすぎるじゃん、好きすぎる、その好きすぎる、度合いが違う、度合いが違う、うん、で、早稲田ですか、うん、なんでわかるんですか。そうやってなんか答え合わせが、占い師になった方がいいですよ、あ、って言われるようになったの。そう、もういろんな人から当てるから占い師になった方がいいっつって、うん、でも大学だけじゃなくて今度言うと違うのが見えるんです、うんうんうん、今度あのカメラ55みたいな、写真屋55っていうのが当時あってね、うんうんうん、古いけど、はい、あのバイトするなら写真屋ですかねみたいなことを言うと、うんうん、なんでわかるんですかってなるんですよ、はい、え、その人何これから応募しようと思ったって、うん、もう55で働いてる、働いてる人やばいっすねそうそうそう、うんうん、そう、そういうので、うん、とにかく、うん、とにかく当たるから、うん、それで流行ったんですよ。みんなもう、うん、占いしに来ちゃうの、ネイルじゃなくて。あ、そうなんですね。月に1回占いが楽しみで来ちゃう、うんうん、っていう感じで流行って、うんうんうん、はい、あまりにも占い師になれって言われて、うん、2年ぐらい経つとずっと抵抗してたんだけど、うんうん、よくわかんないけど、うん、じゃ あ, あのタロットでもやってあげようかなっていう気になって、はいはい、乾かしてる時間にタロットをこう10分ぐらい昔はあったのね、うん、今はジェルで光でやるから待ち時間ないんだけど、昔はなんか、うん、乾かすから、乾かすから、うんうん、その時間が暇だから、うん、10分ぐらいタロット占いをやってあげてた、うん、無料で、うんうんうん、そっからがそういう占いとかそういうスピリチュアルな世界に入ってるんだけども、天然自然でできちゃうから、手相とかも、はい、手相の線が見えるとかじゃないんですよ。ここになんか牛が出てきたり、めちゃくちゃパンチあるじゃないいろんなものが手に見えてくるの、はい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 、この中惑星が書いてあるんだって。だからその人なんかいろんなのが出てくるんだけど、めっちゃすごい。そう、でもなんかね、最終的に手相と言って一番面白かったのは、うんうん、最終的に私はネイルもなくなっちゃってね、うん、何もなくなっちゃって、うん、もう死にたくなってる、いろんなことがあって、うん、120日間泣き続けてた時があるんですよ。死にたいと言って。そうなんだ。すごい絶望があったんですね。すごい絶望があって、うん、でその後に、うん、まあ、結局神様に自分の魂を死んだことにして体を世界平和のためにって言って授けて、うん、そっから神様メッセージで生きてるんだけど、うんうん、その手前にね、オーラをこうやって治療したりすることしてたの、うん、治療することしてたんだオーラをこう変えるとか、今で言うときっと波動上げてるんだけど、うんうんうん、穴とか開いてたり、うん、なんか刺さってたり、うん、帽子かぶってる人もいれば、うん、アンテナ立ててる人もいろんな人がいるの。ユニコーンみたいな人もいれば、うんうん、ライオン系の人もいるし、うんうん、とにかくいろんな派閥があるのよ、人間には。そもそもがオーラの形、オーラの中に、中にあるんだ、うん、なんか着てたりとか、うんうん、兜かぶってたりとか、そうそう、そういうのが見えたから、うんうん、そういうの外したりとか、うん、いろいろしてたの、でもある日手相系の子たちがなんかうちにすごい来るようになって、うんうんうん、肺炎の線が出てんで消してくださいとか、手相変えたの下がってるから上げてくださいとか言われるの、うん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 、さ、そんな変えられるか分かんないし、うんうん、そんなの変えられるわけないじゃんって思うじゃない、うんうんうん、でも変えられるか分かんないけど、うん、まあやるだけやって、変わんなかったらごめんねって感じなんだけど、うん、やるじゃん、うんうん、そう、変わりましたって言ってくるの、うんうん、変わるからどんどんみんな、私も私もみんな口コミで変えてくれ変えてくれ、はい、みんな変わりますっていうの。だからオーラを変えると手相変わるんだよ。すごくない？これめっちゃやばい。これミホさんってすごいこと多すぎるんですけど、今このまま言ったら多分めちゃめちゃ長くなっちゃうんで、あの、いやいや全然ね、でもミホさんって今その、うん、なんだろう、神様目線で動き始めて、うん、これからあれじゃないですか、なんかさっきも話してくれたんですけど、国連のスピーチをするじゃないですか。はい、おかげさまで。国連のスピーチなんて普通しないんですよ。できるわけがないと思ってて。本当ですよね。でもそれをミホさんするじゃないですか、神様目線で動き始めたから。そう。あと今度テッド出るんですよね。そうです、アメリカのテッド、本場の英語のテッド出るんですよね。すごすぎないですか。すごいよね。めっちゃすごいっす。これもすごい引き寄せ力で、うん、すっ
っごいスピーディーに叶った。なんかそもそも国連でスピーチする日本人女性がこの世に存在することも知らないじゃない、なんだけどこの同じ、あのおつなぎくださった出版の編集者の方が、美穂さん世界平和を目指してるんですよねって、そうですって言って、あのこの人も世界平和を目指してて国連でスピーチしましたよって言って教えてくれたの、そんな人がこの世にいるのすごいって言って、なんか私もいつか例えば還暦とか60歳とかでそんなことができたら夢みたいで、それこそ使命というか本望で世界平和のために生きてるって言ったら、やっぱ世界平和のスピーチしたいよなって思った。そしたらすぐ叶っちゃう。めっちゃすごい。めっちゃすごい。じゃあ後半で美穂さんのチャンネルで、そのあっという間に引き寄せが叶うコツみたいな話をしてもらいましょう。はい、わかりました。前半ちょっと僕の美穂さんの一番好きなお金の考え方、はい、ちょっとなんかしておられればと思うんですけども、美穂さんはお金をどう捉えてますか？私はまずお金は、私は人に使うものって思ってるね、お金稼ぐの何のためって言ったら、人に使うためにお金は稼いでいるっていう視点があるんだけど、もう一つ、じゃあお金を稼ぐ時に、なんか世の中の人ってブロックがあるとお金を稼ぐの悪いことみたいに思う、昔の私は思ってて、当時美穂さん500円すらもらうの、500円すら、でその時の考え方は誰かからお金をもらうって思ってた。だからもっと悪く言うと、悪いことをして人からお金を奪うのと、お金を稼ぐのが同列で考えちゃってる人もいるじゃん。そうですね、そこの考え方が変わってから、結構お金の循環が良くなったんですけど、お金を稼ぐことはいいことだって教わってても、どうしてもよく分かんなかったんですよ、お金を稼ぐことがいいことって言われてもなって、言葉として分かってるけど腑に落ちたの、そう、奪うと思ってたから、それをいいこととは思えないなみたいな、なんだけど、ある日、この世にお金っていうのは無限にあるのね。目に見えないエネルギー体としていっぱいあるっていうじゃないですか、宇宙銀行もあったりとかして、1人1兆円とかあるよとか言われてるじゃないですか、だから目に見えないお金の元みたいなのがいっぱいあるんだけど、お金を稼ぐっていうのは人から奪うんじゃなくて、この人もこの人もここで流通を起こした時点で2人のところに新たなお金がポッて生み出されるって言われた。だからこの世に増えてるんですよ、これめっちゃ新しいですよね。お金を稼ぐっていうのは、あのもうその時点で生み出しているっていう風に捉えられるようになったので、そしたらめっちゃお金稼ぐのいいことなんだ、しかも提供したらこの人も払った以上に戻ってくる、帰ってくる、何倍にもなって戻ってくるから豊かになるし、こちらもそうだし、ともどもに豊かになるから、やればやるほどお金がこうどんどんこの世に増えていって、お互いに豊かになるっていうので、で喜びになるじゃないですか、そうですね、めっちゃそうだと思います、美穂さんこれ考え方、その共にお金をいただいたらこっちも豊かになるしこっちも豊かに、それって同時にこの空間からお金が生まれてんだよっていう考え方をすぐにスイッチできたんですか？そうだね、すぐにっていうか、あのね、具体例があって、私不動産投資もしてるんですけど、例えば1億円の家を作ってる人がいたとします、でこの人はその1億円の家を買います、したらどうしますかって言ったら、まあ1億円を払うじゃないですか、でこの人から、この人はこれを作ったからこれを渡すと1億円が入るから、家作んなければ1億円は来なかったじゃないですか、ゼロだったところに1億円が入ってますよね、でこの人はこの1億円の家を買って、この家が 2,3 億円になって売ったらまた増えてるし、1億円の時点で1億円払ってるけど1億円分の資産が戻ってきてるから何も減ってないじゃないですか、です、ね、そう、減ってないんですよ、奪われてないんですよ、価値が戻ってきてるんですよ、本当だ、さらにこれが増えたら、もっと豊かさをこの人が作ったことで提供してますよね、間違いないですね、だからすごい循環していいことだよっていうの、めっちゃこれ美穂さんは、だって500円分の材料費を使って、その人の爪の上にネイルを乗せてるじゃないですか、だからあのその人は500円をもう受け取ってる、そうそうそう、500円以上だよね、500円以上ですよね、2,3000円分のね、そうですよね、そうですね、本来で言ったら 2,3000円分受け取ってるから、で美穂さんはその対価の現金を受け取ってる、これ確かに倍になってますよね、そう、倍になってる、で私もスキルが上がったりとか、ね、たくさんの人にやってあげれたり、喜びの時間もここでね交わして、ありがとうも言われて、確かに確かに、めちゃめちゃいいですね、最高ですね、
美穂さん、ちなみに美穂さんって今いろんな人にこの考え方みたいなのを教えてるじゃないですか、はい、今そのお金の考え方が変わって、うん、美穂さんがどれぐらいセレブになったのかちょっと教えてもらってもいいですか。すごいすごいセレブ。なんか、うん、お金を稼ぐっていうのと資産を増やすって違うフェーズがあるの分かります、うん、お金を稼ぐっていうとなんか労働でなんか動かなきゃいけないけど、うんうんうん、分かる分かる分かる、うん、資産は働かないでも入ってくるお金だったり、うんうんまあ、いつか資産価値があるものとして、うん、あの使わなければお金ないのと一緒だけど、うんまあ、そういうものがあるじゃないですか、うんうんうん、私はお金を稼ぐのにフォーカスしちゃうと時間っていうのに限られてるから、うんうん、あまりガツガツしない。そうですね、そうですね、うん、なんかお金を稼ぐより時間を稼げって言われたんですよ、うんうんうん、時間を作ることの方が大事、うんうん、それよりも資産を作れって習って、うんうん、資産がお金を生み出してくれたら働かないでもお金が入ってくるじゃないですか、うんうんうん、やっぱりスピリチュアリストとして自分が幸せじゃなかったら人を幸せにできないし、お金を稼いで時間を奪われるよりも時間を作りなさいって言われたんです。あ、そうなんすね。成功者に誘われたら入って一つ返事で行けるように時間を作っとけって言われたんです、うんうん、あ、何それ。私時間ないから行けませんは成功できないから。はいはいはい、やっぱ人が人をね、うん、高めてくれるじゃない、うんうん、で一方で、うん、スピリチュアリストがお金ないって苦しんでるのはおかしな話で、うん、宇宙の真理を知ってたら何でも手に入るわけじゃないですか、うん、なので資産がお金を作ってくれるように準備しなさいって教わったんですよ、うん、だから私は資産を増やすような活動をずっとフォーカスしてしてきてるんです。はいはいはい、はい、だから宇宙銀行を超えました、うん、超えてるんだめっちゃやばい話聞いてる。やばいよね、めっちゃやばい話聞いてます。ただなんか使う気はないし、はいまあ、あるよっていうだけで、うんうんうん、それこそ宇宙銀行だねって感じなんですよ、うん、現物で数字化されてるけど、うん、数字の問題じゃないですか。そう、あ、そうですね、そうですね、うん、だからいつでも美穂さんとしては引き出せるっていう安心感とか、うん、でも必要ないからね。あ、なるほど、うん、もう十分ハッピーだし、そうそう、十分あるし、十分あるし、うんうん、なんかそもそも物欲が子供の頃からないんですよ、うん、そうなんすね。お金貯まっちゃってしょうがないんですよ、使わないから。いや、そうっすよね。子供の時からお金持ちなんですよ、私。最高っすね。そう、ただそれは実は本当のお金持ちではなくて、うん、比較対象をしていないで勝手な思い込みなんです。例えば子供だったら5万円しかなかったら全然お金持ちじゃないじゃないですか、うん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 、なのに勝手に自分はお金持ちって思い込んでるだけなんですよ。でもこれ十分じゃないですか、それで。子供だからね、うん、子供だから、うん、そうそう。でもそうやって潜在意識からお金持ちって思っておくと、うん、お金に困らなくなる。いや、めっちゃすごいですね、うん、でもうちの家族はお金困ってる。毎日親はお金がない、うん、お金がないってお経のように唱えてた。そうなんですね。そう、だからよくぞ私はこんだけお金のない、うん、あの呪文の中で私はお金があるなって思ったなって思うんだけど、それは親が、うん、親と弟がいつも私の貯金箱からお金を盗んでくれるおかげなんですよ。ちょっとパンチあるやつが出てきた逆じゃないですか。私がそんなに使わないからお金を盗んでってくれるおかげで、うんうん、あ、私ってお金あるんだって思えたり。あ、なるほど。小学校から金貸し屋だったの。あ、本当に。困ってる人にお金貸して、はい、なんかいいことしてるって思ってたんですよ。今は悪いこと、それが悪いことって習ったんですね。いや、もう散々ね、なんか300万単位で貸して戻ってこないことが何個もあって、はいはいはい、貸す時の天使、返す時の悪魔って教わったんですよ、うん、ああ、そ、え、これどういうことですか。だからお金を貸す人は、うん、この人にとっては返す時に悪魔にしか見えないんですよね。いやー、か確かにそうだ。1回だけ天使で、うん、その後ずっと借金させることになっちゃうから、うん、ずっと悪魔に思われちゃうから、うん、確かに確かに。もう貸すときもあげるときっていう、うん、よく言うじゃないですか、うん、だから貸しちゃダメだよっていう風に後になって知りました、うん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 、あ、そうなんすね、うん、いや、めっちゃすごい。ぜひですね、お金はもらえばもらうほど、稼げば稼ぐほど増えていくっていう概念を認識していただいて、ぜひ皆様もお金と仲良くなっていってほしいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。後半は美穂さんのチャンネルでお待ちしてます。